例えば、散髪なんかも走ってて振動がでかいのはやっぱバランス悪いですよね。あれなんか全然バランスいいから全然振動ないですね。あ、本当ですか。最初に乗っかってたエンジンが、クランクだかどっかベアリング点火時期かなんか悪かったのかな、やっぱり120キロ出すともうすごかったですね、振動。あれ今全然120キロ出す方が140キロ出す方が振動的には平気ですもんね。あ、本当ですか。あ、でも結構ね、おじいちゃんも話しかけられるし、でたまたまそのカラーリングが H2 が良かったんで、であれもただラッカーで見たるだけなんですよ。でライン自体はほら出てるじゃないですか、それ貼っただけなんですけど、たまたまキャンディー の, あのイエローっていうかゴールドが、近くの、テレビ屋に売ってたんで、それでラッカーで吹いただけなんで、それでサイドカバーがなって、サイドカバー、まあうちのチームの方で3号のアルフィンカバーとかもあるっちゃあるんですけど、それつけないで、でもケチのアルフィンカバーでそのまま3号のタンクつけて、アップテールつけてかっこいいべ、あ、いいや。